Vera Pal from a Cabino. ねえ、死神さん。はい、なんでしょう。シローは死神のお仕事に行っているのに。死神さんはお仕事しなくて大丈夫なの？人手不足なんでしょ？こちらのミスのための引き継ぎ期間なので、シローさんが一人前の死神になるまでは、マーガレットさんの保護も私の仕事なので大丈夫ですよ。それに、マーガレットさんが学校に行っている間は、テレワークもしていますから。ふん、そうなんだ。あとは、家事をしたり、不審者がいないか、見回りをしたり。これでも私、忙しいんですよ。死神さんも、大変なんだね。シローも、頑張ってるかな。きっと、頑張ってますよ。よし、終わりっと。では、おやつにしましょうか。うん。マーガレットさんは、チュロスがお好きでしたよね。どうして知ってるの？こんにちは、ナガルです。シローさんの死神見習い2日目。死後の世界に緊急事態が発生しました。緊急事態。冥界のポータルが機能不全を起こし、あちら側からあらゆるものがこちらへと流れてきました。死神は、秩序を取り戻すのにあなたの助けを必要としています。シローさん、就職したてなのに、大事件です。危険手当はないらしいですが、仕方がありません。あちこちが壊れているらしいので、修復しましょう。まずは、予言の器です。これが壊れていると、何もできませんからね。ビリビリしてるけど、なんとか修理を済ませ。次は、こちら側に流れ込んできた、ゴーストを追い出します。ゴーストの魂を沈めて、所持品に入れました。次は、あちこちに発生した、あの世の裂け目を閉じます。裂け目に手を伸ばす、という選択肢もありましたが、何があるかわからないので、一旦今日は普通に閉じておきます。裂け目を閉じたシローさん、流れるようにトイレに座りました。魂を冥界に送り届けるポータルも、故障してビリビリしています。雨が降ってるけど、感電しないかな？修理を始めてすぐに、ライトがつきました。シローさん、なかなかの技術者かもしれません。シローさんには、特質の本の虫がついているので、いろんな技術書なども、読むのが好きなのかもしれない。少し見守っていると、すぐに修理が完了しました。これでみんな仕事ができますね。次に、大釜をメンテナンスして。刈り取りの練習をして。まだ、空振りする時がありますね。刈り取りのスケジュールを立てて、あ、修理の時に怪我してますね。死亡傾向を分析して、スペクタクル。技術的なエラーにより死神による魂の刈り取り数が閲覧可能になっています。閲覧可能になった情報をネットでリークするか、誰かに高値で情報を売るかの選択肢が出ました。どちらもやりたくないけど、売るよりはいいかと、リークしてみます。
リーク情報は、ソーシャルバニーでバズったようですが、すぐにリンクが消されました。どうやら上司の死神さんに見つかったようです。バズった分、フォロワーは増えましたが、上司の評価は落ちました。落ちた評価の分、頑張らないといけませんね。その後、同僚と刈り取りの指導をしたり、お話をして、無事に評価も挽回できて、受付係に昇進しました。おめでとう、お疲れ様。家に帰ったら、マーガレットちゃんがテレビを見ていました。仕事中は交流できないからね。家に帰ったら時間を取ってあげたいです。自転車の練習を手伝ってあげて、宿題をお手伝いして、一緒にご飯を食べてから、マーガレットちゃんを寝かしつけました。翌日の水曜日、仕事はお休みして、レイブンウッドの新フェスティバルというお祭りに行くことにしました。ここには、レノア教団の一人である、謎の証人、ウェイロンさんがいます。ウェイロンさんからは、謎のアイテムなどが購入できます。謎のアイテムは、750シムオリオンで、ランダムな何かが買えます。時には、1シムオリオンしか渡されないことも。また、ウェイロンさんからしか買えない商品もあります。カウプラントから抽出したエキスやカウプラント。死神の始祖の不死身のカラス。それに魂まで？今回は、カラスと、ポータルに解放してあげるため、魂を購入しておきます。30個買っておこう。ここには、不思議な木があり、それを見守っている女性の霊がいます。泣く母、アリスさんの霊です。占い師さんもいますが、まずはアリスさんにお話を聞きます。アリスの悲しみ。最後の安らぎのベッドに砂が降り注ぎ、私は赤い花を手に握りしめた。考えることは子供たちのことだけ。あの子たちはどうなったの？どこにいるかわからない。どうやら、アリスさんは、亡くなって、棺が土深く埋められてからもずっと、子供たちがどこで、どうしているか、心配でたまらないようです。子供たちを探す手伝いをしてあげましょう。そして、レノア教団の占い師さんからもお話を聞きます。ジェルミーラさんからも、手助けを頼まれました。どうも、レノア教団の重要人物4人からは、それぞれ、手助けしてほしい願いがあるらしく、それを叶えることで、タロットカードがもらえるようです。同時に受けられるのは2つまでなので、少しずつ、お手伝いをしていきましょう。今回は、太陽のタロットカードがもらえる。死者を忍び、記憶を生かして残す手伝いをしましょう。ここにはもう一人、レノア教団の、死神ファンのスペクター、ニヨン君がいました。彼からも願い事があるようですが、今は2つ受けてるのでできません。彼からは、コレクションについて聞いたり、コレクションを売ることができます。またそのうち、会いに来てみましょう。占い師の、ゴメス、ジェルミーラさんに、占いをしてもらいましょうか。占いをしてもらったところ、星のタロットカードがもらえました。
タロットカードをもらえる手段は、コレクション一覧の説明にもヒントがありますが、願い事を叶えたり、どこかで特定の行動をする必要がありそうです。死神のお仕事の合間に頑張ってみましょう。また、街中にある地下墓地では、探索やお昼寝ができたり、葬儀屋のキャリアに就くこともできます。四郎さんに墓地探索に行ってもらったところ、先ほど泣いていた霊のアリスさんの子供の、デイモス君の石棺がありました。デイモス、アリスの息子、疑い深く天才で、不気味。人生を全うし、カウプラントによる死で、一人の老人として亡くなった。飲み込まれる運命を受け入れる時に言った、彼の最後の言葉は、罰を受けただった。老人として亡くなったアリスさんの息子。アリスさんは、何十年も、何百年も、悲しみの中にいるのかもしれません。デイモス君は見つかりましたが、残りの子供たちも見つけて、アリスさんに話してあげましょう。Or a boop crimson borb. Shibes. Finapsa. 死神の始祖のカラスは、帰宅したら家の前に設置しました。朝収穫したばかりのブドウをあげると、すっかり死神さんと仲良くなっていました。翌日の木曜日、悲しい気分で出社した四郎さんですが、今日も頑張りましょう。予言の器で迷子の魂を見つけたようですが、少しお散歩したいらしいので、そのままにしてあげます。早速、今日の現場に向かいました。今日のお仕事は、魂の回収と、あの世の裂け目を閉じること。そして、死神の食事の源の収穫です。裂け目を閉じていると、近くに見たことのない植物がありました。これが、死神の食事の源のようです。これを事務所に持ち帰って、料理を作るようですね。この死神の食事の源は、ガーデニングのコレクションには含まれないようです。そして、ずっと気になっていた、あの世の裂け目に、閉じてしまう前に、手を入れてみたいと思います。大丈夫かな?え?ゴールドのセトルシトリ式カレンダーを手に入れた?これは、ジャングルアドベンチャーのコレクションの遺物では?やはりそうです、手に入れています。ただ、この所持品に入っただけでは、コレクションに登録できず、そのまま売ることもできませんでした。一度、自宅に持ち帰って、所持品から家の中に置いて、建築モードの世帯の所持品に入れると、コレクションとしてカウントされ、売ることもできました。ひとまず、本日のお仕事を済ませましょう。さて、事務所に戻りました。事務所の2階にはキッチンがあるので、そこで、死神の食事が作れるかな?ありました。死神の食事は、死神自身があらゆる嘆願に応えるために使います。だそうです。料理のやり方は、普通に冷蔵庫から他の材料を取り出して、フライパンで炒めて、頑張れ。できました。死神の食事に成功しました。さあ、今すぐ持っていきましょう。これは専用の物質なので、この場から持ち出すことはできません。
つまり、仕事中の専用の食事ってことかな？見た目は、神々の食事に似ていますね。1階にいる、ボスの死神さんに渡せばいいようです。死神さんが、すべての欲求ゲージが満タンなのは、この食事を食べているからでしょうか？喜んでくれました。あとは、お仕事で集めた魂と、ウェイロンさんから購入した魂を、いくつかポータルに解放します。あ、一気に解放はできないんですね。一つずつ解放してあげるようなので、たくさん解放するときは、勤務終了時間に気をつけねば。あとは、パソコンから学説を読んでみたんですが、変報道ンバグレイや、シムズ3で有名な、クランプルボトム夫人の、旦那さんの死についての学説がありましたが、右上の説明などには詳細が出ませんでした。ちょっと知りたかったな。学説を読んで、死生学スキルも上がり、本日も、チリからチリエバスターに昇進して、勤務終了です。おめでとう。お家に戻ったら、マーガレットちゃんが死神さんとお話ししていました。どんどん仲良くなってきて、何よりです。シローさんは疲れて寝てしまったので、本日はここまでです。ご視聴ありがとうございました。